こんにちは金ちゃん BBH と申します今回はメドレーとリプロセルをテクニカル分析してみたといった内容で情報発信をしていきたいと思いますえー、今回分析する2枚柄につきましてはあの当チャンネルの視聴者の方からですねえ要望があったわけなんですけれども まあ、要望の、ね、出し方について若干です、ね、説明いたしますと、概要説明欄にありますツイッターですね、私のアカウントのツイッターをフォローしていただいて、そのあと、ね、このようにツイッターのどちらかにです、ね、コメントいただけると、あのこのようにです、ね、分析していきますので、ぜひです、ね、私のアカウントのツイッターをフォローしていただければなといううに思います。本動画をご視聴される上での注意事項になります。ご確認ください。 本動画の構成にについいて簡単にご説明いたしますまず、銘柄分析でファンダメンタルズとテクニカル分析を実施した後、その流れで値動きを予測していきます。銘柄分析の分析内容を基盤に、値動きのイメージを組み立てていきますので、値動きの根拠について正しく理解していただくためにも、最後までご視聴いただければと思います。それでは当初、メドレーの銘柄分析から入っていきます。まずは ファンダメンタルズから確認をしていきましょうメドレーは時価総額873億円の信用銘柄で特色といたしまして医療ヘルスケア領域の人材採用システムが主力ネット診療システムや医療情報サービスもでありますまた不動化物質につきましては非公表でありますファンダメンタルズの確認については以上になりますそれではテクニカル分析に入っていきます 現在ご覧のチャートは2020年4月17日現在のメドレーの週数チャートになりますまずは RSI から確認をしていきましょう RSI についてはですね、えー、現在変わりすぎ水準の86.22%の、ねえー、ポイントに位置をしている状況であります見ての通りですねまだね、えー、上場したばっかりということで、えー、RSI は、ね、過去の水準とは比較できないんですけども、まあ、一般的にはですね変、えー、わりすぎ水準は、まあ、来てますので ええまあそろそろですねええー、まあ RSI 的には調整してくるんじゃないのかなというね、えー、分析をしております RSI の分析については以上になります続いて信用残の分析に入っていきます信用残につきましては赤いラインが信用改善黄色いラインが信用売り残という表になっているんですが 赤い例のです、ね、信用改ざんに注目をして過去の水準と比較をしていきますと現在の状況につきましてはですね、この位置、白いハの値の位置ということで過去の水準に比較すると信用改ざんについてはです、ね、高水準にあるのかなと分析をしております。 まあ、ということで、ですねいつものように時価総額ベースでですねこの信用改ざんが果たして高水準なのかどうかですね、えーまあ、分析をしていきますと、まあ、メドレのです、ねえーの時価総額につきましては約873億円で不動株はですね非公表のために分からないんですがそのうちのです、ね、改ざんについては約22.6億円なんですよねでパーセンテージにすると、まあ、2.5%前後ということで、まあ、全然、ねえー、高くないということで改ざんについては あのまあ、どちらかというとですねかなり低い水準なのかなと分析をしております信用残の分析については以上になります続いてメインチャートの分析に入ってきますまずは左下の反例にありますようにサポートとレジスタンスについてチャート上に描画してきますサポートのみですねサポートにつきましては1883円と2694円付近に存在していると分析をしております え今回ですねチャートにつきましてはメドレーですね月足チャートまあ、上場したばっかということで月足チャートがですねあんまりね出来上がってなかったんですよねということで今回につきましてはあの週足チャートのみので、ね、状況でねこのサポートを割り出しておりますサポートとレジスタンスの分析については以上になります引き続きチャートの詳細な分析に入ってきます まあメドレのです、ねえーのしわしチャートを引きで見ていきますと、まだね、あんまりチャートは完成していないような状況なんですよね。で、このチャートを見てもですね、正直ですね、どこまで伸びるかどうかっていうのはもう分からないし、またね,サポートをね、えー、サポートで割り直そうにもですね、このサポートが果たして有効なのかですね、まだ試されていないんですよね。えー、このサポートにつきましては、まあ、高値ですね、高値が効いていたので、ここで買ってくる人がいるだろうなという、ね、予想の下のサポートなので、 あんまり、ね、強いサポートとは言えないということで、えー、今回につきましてはですね、えー、とちょっとしわしでは分からないということで、冷やしまでですね、えー、時間軸を落として確認をしていきます。はい、時間軸変わりまして、えー、現在ご覧のチャートは、2020年4月17日現在のメドレーの冷やしチャートになります。まあ、メドレーのです、ねえー、冷やしチャートをまあ引きで見ていきますと、まあ、このもみ合いをですね、和、えー、抜けして、ここで第一波が出たんですけども、ここで失敗しちゃったんですよね、第一波の完成が。で、 この終わりでは超、ね、えている山を、ね、見ていきますとここからの波動が超えてきているということで、えー、この、ね、相馬の原理原則を使ってエリオッター道という、ね、テクニックを使って目標値をです、ね、アウトプットしていきます。 えちなみに、ですね、この当チャンネルにつきましては、まだね、えー、初心者の方も結構見られているということで、エルタドについてですね、簡単に説明していきますと、まあ、あのエルタドというのはですね、えーまあ、相場というのは、まあ、サイクルがあって、値、まあ、動きにはですね、リズムがあるという考え方なんですよね。で、サイクルというのは、まあ、上昇トレンドの場合ですね、上昇5波ですね、第1波、第2波、第3波、第4波、第5波のね、上昇5波、で下降3波、ABC、調整はです、ね、ABC の3波ですね。 だなので、えー、上昇5波、下降3波というね、えー、合計8波のサイクルで動いているという考え方なんですよね。まあ、そういったものがあるとね、えーまあ、認識していただいて、えー、このね、えー、冷やしシャートを使ってエリオタードを出していきますと、まあ、こういうですね、えー、こんな形になるんですよねで。私の考え方については、も、まあえー、み合いですね、もみ合いを上抜けした波動が、まあ、エリオタードの第1波とかですね、まあ、トレンドが発生した、要はね、トレンドが発生した波動がエリオタードの第1波というね、えー、考え方であります。 ちなみにですね、この波動については、この相場の原理原則という、ね、ツールを使って自動で、ね、アウトプットしております。ということでね、このエリオ太鳳のアウトプットの目標値につきましては、まあ、第3波の目標値ですね、第3 1波、一般、第3波のね、この目標値につきましては、3358円というですね、アウトプットが出ております。メンドレーのテクニカル分析については以上になります。続いて、メンドレーの動き予測に入っていきます。 はいということでですね値、えー、動き予測に入っていきますまずですね一個目のまあ値動き予測ね何個がいるんですけども一つ目についたですね、えー、エリオッタードの第三波がですね、えー、ここで終わった場合ですね三千百九十五円で終わった場合についてのね予想を出していきますまあここで終わった場合についたですね、えー、調整の予測についてはまあこのね二千六百五十円付近四十六円からですね二千百七十六円あたりがあのー、まで調整が入ってくるんじゃないのかなというねイメージを持っております。 一応、ですね、意識されるサポートにつきましては2694としているんですけども、これについてはです、ね、要はエリオットアートの第1波なんですよね。エリオットアの第1波というのは基本的に結構、ね、意識されて、あのー、ここを、ねまあ、第3波が終わった後に第四、第4波でですね、えー、この第1波というのは終わってこないという、ねまあ、あの考え方があるんですよ。まあ、原則があるんですよね。なので、この2694円というのは、あのー、サポートと意識される、ね、可能性が高いということで、 まあここにね、サポートを置いてるわけなんですけども、この水色のところで見えますかね、えー、2646円から2776円ですね。このあたりぐらいまで、えー、多分ね、調整してくるかなというね、イメージを持っております。で、えー、多分ね、このね、この今の現在のね、3196円という、3195円ですよね、えー。この高値で終わってしまった場合については、まあ、トレンド的にはね、弱いんですよね。なので、えー、っと、ここからね、伸びていくかどうかというと、結構ね、微妙なんですよね。多分 ここで下げ止まらなかった場合については、まあ、おそらくですね、2281円あたりまで調整が入ってくる可能性があるのかなという、ね、イメージを持っております。まあ、続いてですね、今度はこの第3波の目標値ですよね、3358円、このに届いた場合の、ね、イメージについてアウトプットしていきます。まずですね、ここに届いた場合については、まあ、大体ね、そこそこトレンドが強いんですよね。なので、まあ、おしめの、ね、予想されるラインにつきましては、2700円から 2,920円ということで、このあたりぐらいまでね、とりあえず垂れてくると思うんですけども、そこからですね、多分ね、高い確率で、反発してくると思うんですよね。まあ、トレンドが上にいくかどうかは別として、このあたりぐらいでは、多分ね、反発してくるんではないのかなというイメージを持っております。で、まあトライアングルから、ね、作った後にまああのこの第5話ですね、えー、第5話が発生した場合については、まあ、第5話の、ね、目標値につきましては、まあ、3,925円から4,950円ですね、このあたりぐらいまで来るんではないのかなというイメージを持っております。 メントレーの分析については以上になります引き続きリプロセルの銘柄分析に入っていきますまずはファンダメンタルズから確認をしていきましょうリプロセルは時価総額267億円の信用銘柄で特色といたしましてバイオベンチャー iPS 細胞関連の研究試薬など東大・京大と研究製造・受託もでありますまた不動株物につきましては 三十七点三パーセントであります。ファンダメンタルズの確認については以上になります。それではテクニカル分析に入っていきます。現在グラウンチャートは二千二十年四月十七日現在のリプロセルの週足チャートになります。まずは RSI から確認をしていきましょう。RSI につきましては現在六十二点三六パーセントということで、これをね見ていきますと五十のねポイントで反応しているということで。 まあ、兆候的にはです、ね、このまま80%のポイントまでくればです、ねまあ、上昇トレーンドの兆候があるということで、えーまあ、焦点につきましてはです、ね、この50で反応してそのままです、ね、80%取れてくるかどうかで,です、ね、80%取れてくれば、まあ、上昇トレーンドの兆候になってくるのかなと分析をしております RSI の分析については以上になります続いて信用算の分析に入っていきます信用算につきましては赤いラインが信用改ざん 黄色いラインが信用売り残という表になっているんですが、赤いラインの信用改ざんに注目をして、過去の水準と比較をしていきますと。まあ、あの白い破砕の位置がですね。えー、現在の水準なんですけども、まあ、やっぱりですね。信用改ざんつきましては高水準なのかなと分析をしております。また、いつものようにですね。この信用改ざんが本当にですね。高水準なのかどうかですね。時価総額ベースで確認をしていきますと。まあ、リップロセンスにつきましては。 あの時価総額がです、ね、約267億円でそのうちです、ねえー、不動株につきましては、まあ、99.6億円なんですよね。なので、まあ、改ざんが、ねえー、18.1億円ということで、えー、時価総額ベースで見ると改ざんはです、ね、約、ね、7%弱ですよね、まあ、6.7%のねパーセンテージなので、まあ、これでいくとです、ねえーまあ、信用改ざんにつきましては、まあ、あんまり多くないのかなという、ねえー、分析をしております。まあ、ということで,です、ねまあ、これでいくと まああのーまあ、使用改善が、ね、多くないということと、最近です、ね、ずっと上昇基調なので、含み損ね、持っている会員のトレーナーが少ないんですよね、なので、まあ、上値は、ね、比較的軽いのかなと分析をしております。まあ、この、ねえー、赤い部分です、赤い価格帯別的三、あのー、350円かな、3百0千円ぐらいですかね、330円のラインを割らなければ、あのーまあ、上の方に、ね、行きやすい状況にあるのかなと分析をしております信用残の分析については、以上になります。 続いてメインチャートの分析にやっていきます。まずは左下の判例にありますように、サポートとレジスタンスについてチャート上に描画していきます。サポートにつきましては200円と300円付近に、レジスタンスにつきましては400円と500円付近に存在していると分析をしております。サポートとレジスタンスの分析については以上になります。引き続きチャートの詳細な分析に入っていきます。 まあ、リプロシェルのシね。ッシャーと引きで見ていきますと、まあ、この、ね、黄色いラインのところで、まあ、レンジになっている可能性もあるのかなと分析をしております。まあ、レンジもですね、2つに分かれていますよね。300円から374円の、ね、レンジなのか、あるいはね、300円から240円ぐらいですかね。240円あたりのレンジなのかという、ね、ところで分かれているのかなという分析をしております。まあ、なので、ですね、この黄色いラインのですね、 えまあレンジをブレイクした場合につきましてはまあ赤い矢印分のエネルギーがあるということでまあそれぞれですねえ上抜けブレーク下抜けブレイクした場合ですねどこまで動いていくのかアウトプットしていきますとだい大体ですねえ上抜けした場合でまあ500円あたりですねで下抜けししまった場合についてはまああの底割れになっちゃうんで,ですね110人あたりまで動いてくるのではないのかなというねまあテクニカル的にはですねまあそれが動いてくるのではないのかなというイメージを持っております。 また、まあ、先ほどのね、同じようにですね、そ互の減減数を使って、医療稼ね、的なアウトプットを出していきますと、医療稼働的には6 8十8ですね、まあ、700円近くいく可能性もあるのかなというね、アウトプットであります。リプロセルのテクニカル分析については以上になります。続いて、リプロセルの値動き予測に入っていきます。はい、ということでですね、値、えー、動き予測に入っていくわけなんですけども、まあ、もうせずね、えー、答えが出てしまっているわけなんですが、 一応です、ねえー、エリオタードで求めた688円というのはですね、おそらく3ヶ月のね、えー、この時間の見積もっている、ねえー、時間軸として見積もっている3ヶ月にはですね、えー、届いてこない可能性が高いということで500円前で、あのあのレンジの、ね、ブレイクした目標値であります500円あたりまでというね、えーまあ、見積もりでやっております。えー、ということでですね、値動きのイメージについてまずはですね、えー、上昇する場合の局面について解説をしていきます。 まあ上昇する場合についてはですね、今のね形からするとトライアングルのね可能性もあるのかなというイメージを持ってるんですよね、もしくはあのこれね、U 字型のカップウィズハンドルですかね。 の形になってくるとするとあのもしかしたら300円あたりがねもちろん上のあたりで揉み合っていく可能性もあるんですけどとりあえずですね今のね状況から、まあ、トライアングルですね三角持ち合いのような形を作ってくると想定をして今ねこの予想を出しております、まあ、そうなってくると1回ですね今の水準からは調整があるということで250円あたりですねこの安値あたりまで落ちてくるんじゃないかなというイメージを持っておりますそこですね反発をしてもう1回高値をねチャレンジするんですが1回ですね息切れをしてね 調整が入って300円というサポートを割らなければならずにです、ね、高値を抜いてくればあの450円まで行ってですね調整が入ってそのままですね500円あたりまで伸びてくる可能性があるのかなと分析をしております反対にですね下げていく場合につきましてはこのね高値の部分があのダブルトップ高値が抜けなかったということでダブルポトップですねダブルトップになったと判定されてくると。 1>, あの1回ですね調整がですね250円ッきまで入ってきてちょっと反発するもののそこからですね落ちてくるんではないのかなというイメージを持っておりますもしくはねこの,、まあ、あの途中の結節時でですね落ちてくる場合についてはこういった動きをしてくるのかなというねイメージでありますリプロセルの分析については以上になります はい。ということでですね、今回の動画についてはこれで終わるんですけれども、冒頭でお伝えいたしましたですね、ツイッターにつきましては、概要説明欄の方にですね、リンクがあってありますので、こういったですね、アカウントを見つけましたらですね、フォローいただければなというふうに思います。まあ、コメント欄にですね、えーまあ、ツイッターのなんか私がツイートしたコメント欄にですね、コメントをいただければ、まあ、分析することができますので、よろしくお願いいたします。えー、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。